まず冒頭市長よりコメントがございます。本市独自の支援策として、令和元年と2年を比較して所得が3割以上、減少した世帯への、所得減少世帯に対する臨時特別給付金についてお知らせをいたします。まず申請手続きですが、あらかじめ本市において支給要件を満たす可能性のある世帯にを抽出をし、確認書また申請書を送付いたします。本市において2か年分の所得をが把握できる世帯については3月の18日から順次確認書を発送いたします。届きましたら口座情報等を確認いただき、返送をしてください。また世帯の中の一部、未申告等により所得が把握できていない方がいる世帯については3月の29日に申請書を発送いたします。なお本市からの転入者がいる世帯など本市で所得が把握できない世帯については申請書等は送付をされませんので、自ら申請していただく必要があります。詳しくはホームページ等で支給要件等をご確認をください。申請については郵送での申請に加えまして、オンライン申請でも受付を実施する予定です。受付期間は3月の22日から9月の30日までです。支給時期ですが、確認書が送付される世帯については早ければ年度内からの支給開始を見込んでいます。このほか明日3月10日よりコールセンターを設置をいたします。各区役所にも専用の窓口を3月22日から設置いたします。ぜひ、このコロナの影響により3割以上所得が、減少している世帯の皆さんは漏れることなく申請をいただきたいと思います。それでは質問を受けします。産経新聞の小泉です、今発表ありました、かねてからおっしゃってました3割の世帯ということで減少世代ということで、改めてですね、そういった世代の方々にも市独自として支援していく思いというか考えを聞かせてください。コロナで、生活が非常に逼迫している、厳しい状況に置かれている方への支援というのは、僕はこれがあるべき姿だと思ってます。この間、国から特別給付金さまざまな形ありましたけども、今大阪市の税収を見てても、コロナで影響を受けていない方も ある一定数いらっしゃいますから、これやっぱり国民の税金で賄っている話ですから、コロナでの生活支援というならば、このやっぱり19年と20年、19年はコロナの影響を受けてないわけだから、で今なら19年と20年の所得の比較できますから、こういう形でそのコロナにおいて、生活が厳しい方に対しての支援はしていきたい。だって君らもコロナの影響で給料減ってないじゃない。産経新聞はもともと低いだけど、だからやっぱりコロナ対策というんなら、やはりコロナで所得が減少した方へやっぱり支援していくべきだと、そういうふうに僕は考えています。昨日の発表になるんですけれども、ロシアのサンクトペテルブルクですかね、姉妹都市の知事の方に、公開書簡という形で出されたと思うんですけれども、市長 のお考えも載ってか書かれてたと思うんですけれども、改めて、今回の戦争はもうプーチンさんですよ。ロシアの一般の国民の皆さん、この戦争を望んでない方もたくさんいるし、そのことでこれから経済制裁をすればロシアの一般国民も非常に、生活厳しくなる。もちろん我々にもその返り血は浴びるわけですけどね。で、19年に首相就任後間もなくね、サンクトペテルブルクとの、姉妹都市40周年、それで、訪問させていただきました。その時に現地の、知事も出てきてくれて、
まあウォッカーね、ボトル開けるぐらいね、飲んでいろんな話しましたよ。まあ酔うてるからね、酔ってきて相手も言いたいこと言ってたし、僕もその時は言いたいこと言ってね、まあいい加減もうまあ北方領土もね、やっぱり返してもらいたいことも言ってたけど、まあでもせっかく40年のね歴史ある友好都市なんだから、これがどれだけ効果、まあ効果はほぼないと、ないでしょう、ただ地方外交なんだ。でもこの今の状況で、あれば、ね、まあ、やれることは何でも やっていこうと、これはプーチンさんのこのもう無謀なこの、戦争を、侵略したことで、ね、本当に世界中が不幸です。だからロシア国内から、まあ、できればねそういう声を上げてもらいたいという思いで、書簡を出しました。また笑い変わりましたけど、今日夜間中学の、存続を求める方々が会見されたんですけれども、まあ、一時的には教育長かと思うんですが、市長としてですね、この件に関してお考えを。これ夜間中学をなくすんじゃなくて再編ですから、僕は夜間中学も必要だと思います。ただ今夜間中学のニーズっていうのはやはり低下もしてきてる、低くなってるわけだから、やはり、そこに通う、これから通う人たちのためにもね、再編して機能拡充していくというのが教育委員会の僕は判断だと思うし、それを支持します。次の質問をお受けします。ウクライナ避難民の支援に関連してなんですけど、大阪府が総合政策に発表が発表されたんですか、大阪市の検討状況。大阪市は基礎自治体として今大阪市内に、お住まいになっている住民票を持ってられるウクライナの方々が、83名かな、いらっしゃいます。でこれはもう基礎自治体ですから、寄り添う形で今各区から、その一人一人、まあ、80数名だから一人一人に対してこちらからプッシュ型で今連絡を取らせていただいて、その方々のニーズに合ったニーズを今吸い上げているところです。だからウクライナからその方々はもう大阪市で住まれてるわけだから、ね、住民票を持って、だからその方々が、のまあ例えばご親戚だとか友人だとかがウクライナと連絡取る中で、ね、避難したいというそういう、こう情報も、まあ、その方々が持っていれば、その人たちをどういう形でね支援していくのが一番こうニーズに合うかというものをしっかり今、情報を収集しているところです。でこれどういうニーズがあるかというのは来週会見でまでにまとめました。そのニーズに沿った形の支援をやりたいと思っています。すみません、 ABC テレビの大崎と言いますが、この臨時特別給付金ですけども、まあ、やっぱりかなり原資も必要なことですし、どうしても3割以上の減という、まあ、線引きが必要になるわけですけど、この3割以上という水準、まあ、いろいろ議論があったと思うんですが、改めて、まあ、どういう考え方でここで線引きされたかというのを教えていただいていいですか。まあいろんな議論ありましたけども、やはり生活困窮していく、まあ固定経費いうのがありますよね。それはまあ1割でも2割でもそれは減少すればね、まあ歩いて負担になるかもしれないけども、やはりこう生活においての例えば家賃だとか光熱水道費だとか、そういうものをに、まあ、著しく、こう大きな、負担となる、まあ、ラインとしてね、まあ、3割かなという判断をいたしました。一方で、まあ、早ければ年度内からの支給と先ほど言っちゃいましたけども、うん、まあ、3月22日からの受付で、うん、かなりそういう意味ではスピード感が、まあまあ、高くやってらっしゃるかなと思うんですが、結構これ自分的には大変だと思うんですけども、やっぱりかなりその早く支給することが重要であるというお考えですか。うん、やっぱり年度末お金いるんじゃないですか。だから今年のもうまあ、去年暮れから、市民局に
この方向性を指示して準備をしてきた。だから市民局の方ではもうあの大阪市に、3年以上あのお住まいの方は2年分の所得がもう今役所として把握できますから、だからそれを、この間個人の一人一人の個人の状況を、まあ、役所が持っている情報で整理してきたというふうに。次の質問をお聞きします。皆さん、テレビの奥様、この給付金の件なんですけども、今回所得制限を設けなかった理由を改めて。だからあの所得のある方それぞれ、所得に応じた生活設計してるじゃない。あの例えばローンもあるしで、まあ、家賃もあるし、やっぱりあの所得制限、まあ、高いとね1000万の人でも今までコロナ前1000万という所得の中で生活設計してきた、わけだから、これがやっぱり700万3割減になるとこれこの分しんどいよね。だから所得制限をあのこう所得制限というそのハードルはこれは今回はつけなかったということです。他にございますでしょうか。よろしいですか。それでは終了いたします。政務の質問ある方はおられますか。ないようですよね。